この2階にお泊まりできるスペースがあるらしいです。本日1番目です。嬉しい。はい、では出発。時刻はですね、7時ちょっとぐらい。ということで、RV パーク安楽寺さん、大変お世話になりました。7時40分スタートでーす。幸先いいスタートだぜ。はーい、7時49分地蔵寺に着きました。桜が今日も綺麗ですな。5番地蔵寺、しだれ桜が綺麗。竜と対峙してる。おお、すごい。はい、では地蔵寺出発します。時刻は8時何分だろう、8時半です。ここはね、五百羅漢というところがあって、そこには88箇所巡りもできるので、もう私は88箇所巡ったようなもんですね。では次に向けて出発。前回の、地蔵寺からは4分で着きますね。第4番大日寺、すごく桜が綺麗。よし、それじゃあ9時3分です。これから7番の住楽寺さんに向かいたいと思います。出発。はい、9時13分7番の住楽寺に到着いたしました。割と車だったらね、すごく近いです。第7番住楽寺、また上に鐘があるタイプです。で、うどんを食べた人が
食べてないけど。わあ、すごい。ぜひぜひ見てほしい。はい、では9時40分熊谷寺に向けて出発。その前にコンビニに寄りたいな。第8番熊谷寺です。桜のトンネル、33分出発します。土曜日ということでね、どんどん人が増えてきています。うわ、すごい立派な桜、綺麗。もうね、たくさんの人がお経を唱えるとね、自分がどこ喋ってるかわからなくなります。本当に田園の中にあるお寺さんですね。法輪寺さんに到着しました。時刻は10時38分出発してからあっという間に到着となります。本当に田園の中にポツンとあるお寺さんだ。はい、到着。まあ、第9番法輪寺さんです。ほほ、なんとここの法輪寺さんではこんな風に両替してもらえます。1人100枚までかな。ありがたや。はい、では出発。時間は11時7分です。さあ、今度は切畑寺に向かうんですが、切畑寺といえば今日最大の難関だと思われるので、心して向かいたいと思います。では行きます。
い、着きました。切畑寺、ヒヤヒヤするタイミングが何回かありました。するんじゃないかなと思ったけど、すらなかったので大丈夫です。11時16分に着です。もう怖かった。10番の切畑寺です。これより333段出発。時間は12時4分。次は藤井寺。11番藤井寺。ここの裏手から昇山寺に行けるんですが、すごい、ここから8時間とか9時間かけて昇山寺に行くんですな。このマークを頼りにトイレは済ませましたか。はい、では出発しようと思います。次ですが、本当は昇山寺なんですが、ルートを変えて、まあ、行きやすい道と考えると17番の井戸寺、そこから16、15、14、13、12と下っていこうかなと考えています。では13時5分出発進行。すごい、桜狩りショック。